茎青葉団地内の遊歩道、同様の小道、茎青葉団地は埼玉県茎市青葉に所在する住宅団地。日本住宅公団及び埼玉県により造成された。団地内には遊歩道、同様の小道が整備されており、同様の歌詞を記した指揮が多数設置されている。主に大青平沼、大あ青毛あざひ大あ吉葉あざ、ひを主体とする土地において、 平沼土地区画整理事業が発足、当時の日本住宅公団が主体となり、区画整理事業が進められた。かつてこの地の多くは、肥沃な出田であり、また畑などの高地を含んでいた。この平沼土地区画整理事業で、区画整理された土地は、公募により、地名を、青葉と改め、青葉1丁目、青葉2丁目、青葉3丁目、青葉4丁目、青葉,丁青葉5丁目となる。 このうち、茎青葉団地の範囲は青葉1丁目及び青葉2丁目で、ある。これらの造成、建設が終了し、1974年に茎青葉団地は完成した。茎青葉団地の西部には、青毛堀川が流下しており、川に沿って青葉桜通りが整備されている。この青毛堀川及び天皇にいい堀沿いに桜が植樹されており、 春先に菜の花と合わせ見頃を迎える、久喜市の桜の名所の一つである。UR 住宅の範囲は青葉一丁目であり、1974年に完成し、現在に至る。青葉一丁目は、市などの公共施設を除き、全体が都市再生機構の集合住宅地、または商店街であり、一軒家などの小建て住宅等は存在しない。青葉一丁目には、 区域市立青葉小学校、同様の小道、区青葉団地内商店街、区青葉団地内郵便局、青葉公民館などが存在する。埼玉県営住宅の範囲は青葉2丁目であり、県営住宅の北部に、区域市立青葉保育園が所在する。青葉2丁目には、埼玉県営の集合住宅だけではなく、一般の宅地や商店なども存在する。 県営住宅は1号棟から11号棟まで存在し、このうち1号棟から1号棟までが中層、11号棟が高層となっている。埼玉県では県営住宅の管理を埼玉県住宅供給公社に委託している。ありがとうございます。